帰りきっこはどこ？しっぽは緑や赤など色とりどりの着ぐるみを悪戦苦闘しながら身につける人たち。どういう関係ですか？夫と子供です。昨日黒潮町の入野の浜に集まったのは140頭以上のティラノサウルスです。まるで恐竜の時代にタイムスリップしたような光景が広がりました。ずっとティラノレースに参加したくて、で実家がこっちの方なので、はい、ぜひ、あ、これは運命だと思って参加しました。昨日行われたのはティラノサウルスレース。着ぐるみを着て走る速さを競うもので、コーチを元気にしたいと活動するグループがコロナ禍のうつうつとした気持ちを晴らしてもらおうと県内で初めて開催しました。集まった大観衆の前でまずは ラジオ体操です。恐竜が体操をする姿に観客からは笑い声も。そしていよいよ恐竜同士の真剣勝負がスタートです。よーい、ストップ。レースには子供から大人まで県の内外から140人以上が参加。成獣のオスとメスの部門と小学生までが対象の幼獣部門に分かれてレースが行われました。ティラノサウルスたちは海風にあおられながらも砂浜を全力疾走。そのユーモラスな姿に観客は大笑いしながら声援を送っていました。初め走りました？走りました。どうでしたか？めっちゃしんどいですけど、めっちゃ楽しかったです、はい、スタートに着いたらゴール遠いの遠かったです。遠かった。結構激しいレースでした。ちょっと一番取りたかったんですけど残念です。最後はそれぞれの部門で勝ち抜いた恐竜たちが決勝戦に臨みます。成獣のメス部門で圧巻の走りを見せて優勝したのはなんと13歳の中学生でした。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。優勝した気持ちどうですか？すごい疲れたんですけど楽しかったです。でもめっちゃ嬉しいですけど、お小遣いかかってたんで本人本気よね。お小遣いあげますか？あげます。約束やもんね。イエーイ。もう全国区でもやってるので、高知でもまた2回3回私たちじゃなくてもいいですし、もう開催してもうみんなが笑顔で楽しめるイベントになって続いてったらいいなって思います。レースの参加者も観客も愉快なレースを満喫し、入野の浜は大いに盛り上がっていました。